速報です。ようやく DJRC が DJ Air 2S をサポートするみたいです。はい、どうも、ソラクーです。今日は2022年10月10日月曜日になります。今日はですね、速報になるんですけども、今ですね、こちらに DJ Air 2S を持ってきてるんですけども、こちらのドローンが、こちらですね、DJRC に対応するというリーク情報が出てきました。こちらは DJ の有名リーカーの D2 ドローン化の情報になりまして、まあ以前もですね、こちらのですね、DJRC が DJ Air 2S をサポートするというふうなですね、噂はあったんですけども、なかなかですね、その噂以降ですね、全く情報がなかったんですが、先ほどですね、まあ D2 ドローンの方から、まあこちらの方、対応するとニュースが舞い込んできました。ではですね、ちょっとね、先にですね、ツイートの方をね、見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらがですね、D2 ドローンのツイートになりまして、朗報です。DJI のカスタマーセンターは DJRC が今月 DJI Air 2S をサポートすると発表しましたと、いうことで、こちらにですね、今やりとりが書かれております。ちょっとですね、中国語になってますので、私の方ですね、まあ、Google 翻訳したやつをね、載せときますけども、まあ、こちらをですね、見る限りですね、サポートの方がですね、一番下の方に、今月中に出すというふうにですね、回答してきました。はい、ということなので、こちらですね、DJI のですね、カスタマーサポートの方が DJRC が今月 DJI Air 2S をサポートするというふうに言ってきたということになります。はい、ツイート情報はですね、以上となります。はい、ということでですね、今回ですね、速報なんですけれども、こちらですね、DJRC が今月なんですけども、DJI Air 2S の方にサポートするというふうに言ってきました。まあこれですね、かなりですね、待ちわびてる方もね、いらっしゃるかなと思っております。まあこちらの方の DJRC がですね、こちら DJI Air 2S をサポートするというふうなですね、噂はかなり前から言われてて、こちらに関してはもう本当数ヶ月ぐらい前からですね、言われてたんですけども、それ以降ですね、まあ全然ね、出てきませんでした。で、ようやくですね、こちらね、DJI のカスタマーサポートの方から、DJRC が今月 DJI Air 2S をサポートするというふうなですね、ことを言ってきたので、まあようやくということになりそうです。この後ですね、まあ正式にですね、発表の方もね、あるかと思いますので、またその時にですね、まあこちらの方の情報は皆さんと情報シェアの方でしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回はですね、まあ簡単ですけども、まあ速報ということで、まあ DJRC が今月ですね、DJI Air 2S をサポートするという発表をですね、DJI カスタマーサポートの方がやり取りの方で発表したというふうなですね、リーク情報の方を話させていただきました。以上となります。このチャンネルはこのような話とか、あとドローンのノウハウ、あと新製品のレビューとかをしてたりします。あとですね、私の方のチャンネルの方では、メンバーシップの方、募集をかけております。月額290円とりあえず応援したいというコースと、月額690円で質問したい&ノウハウ動画を優先で見たいという2つのコースを用意しております。今ですね、ノウハウ動画の方、こちらですね、月額690円の方のコースにはなるんですけども、2012年12月から始まります、ドローン操縦ライセンス、こちらをですね、教則の動画の方、上げさせていただいております。もしですね、興味のある方は、このチャンネルのトップのところにメンバーになるという部分がありますので、そちらから入っていただいて、ぜひですね、メンバーシップのほど、参加のほどよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。